3月7日。さて、何の日でしょうか。サウナの日です。エスパルスサポーターの皆さんの中にはサウナが好きな方も多いということで、かねてより要望をいただいていたサウナグッズがこの度サウナの日に新発売となります。僕たちもサウナ好きです。エスパルスサウナクラブの会員として、今日はクラブハウス最寄りのウラレナさんでバレルサウナを体験します。水っすけどね。まあまあ、でもこのボトルがさ、確かに美味しさを、うん、美味しさを、え、すげえこれ、え、こんもいるあるよ、あるよ、ちげえよ、これ取るんだよ、上取るのか、取ってそう、ちゃんと水筒入れて、あえすごいな、どんぐらい？これがだって1本550だから500ぐらい入んのかな。ありがとう。ね、ちゃんとこうやって飲むところがあって考えられていますよ。締めれて、はい、もうこれで一員ですね。この T シャツもね、おお、後ろにエスパルス入ってね、おお、すごいです。さて、次はこの、お次はこのタオルです。タオルも入れるこのポーチまであるので、皆さんぜひお求めになってください。シャンプーとか入れれそうじゃないですか。ああね、シャンプーと、このタオルすごいぞ。おお、すごい。ロゴが入って。サッカーボールあるじゃないですか。ここに。ありますね。え？お、違う。ちょっと違う。どっちが好きですか。いや、俺やっぱオレンジがある方でしょ。こっちもでもいいっすね。まあ、かっこいいね。なんかシンプルで。タオルを持って入りますか。入りましょう。おー、あったけえ。ああ。うわ、また一気に熱くなった。え、これいつもあげます？こうやって。俺はあげる。あげるタイプですか。だって、なんか下と上の温度が全然違うから。かでもいいな。確かに。マジ個室サウナ。海が見れて。確かに。いやー、天気もいいし、広いし。クラブハウスにもサウナあるからね。あと誰がサウナ好きだ。俺が見るのはノリくんとか結構見ます。ノリくんで、チアゴとかめっちゃ入ってる。外人は多いかも。外人あるんですか、あっち、海外。あるあるある。あるんすね。クラブハウスについてた、オーストリアはね。あ、そうなんですね。クラブハウスにもう全然、これのね、もっと倍ぐらいあって、何段もあってみたいなのがあったな。そうなんですね。俺ない、なんかイメージ的にないなんですけど。だから逆に風呂がない。そうっすよね。桶がないから、これと交代浴。そう。あ、だからこれで交代浴っていう。そう。そういうことか。向こうはもうやっぱ寒いし、こっちの方が効率いいんじゃないか。冷えなくて。これだったら体全身が温まるから。あ、循環めっちゃ良くなるんですか。あ、水めっちゃ飲んで。そうだね。血流良くなるから俺、それで良くするのがいい。いいよ。結構汗かいてきてるっすね。俺は結構汗かくよ。まだまだだね。
わざわざなんですよ。いつも暑いの入りすぎなんかな。だってクラブハウスも爆暑いもん。暑いですね、うん、え、あれ暑いっすか。多分暑いよ、うん、だって入った瞬間耳えぐくない。俺そんな、うん、でトスはあれだもんね、大輝筆頭に出てくるもんね。いやでもまあ自分らの何個前、2個前かな、2個上ぐらいから、うんうんうん、まあ、田川くん、京介くんと石川宏人くんはじめ、ね、え、同い年ですか。田川は1個下かな。あ、1個下か。それで結果が出ればそれは一番いいけど、うん、でもあれじゃないですか、俺いいなってやっぱ思うのが、うん、プロを身近に感じて練習とか、練習参加とかあるじゃないですか。そうだね。それ高校無理じゃないですか。難しいね。無理っていうか、結構難しいじゃないですか。難しいね。高1から練習参加できるとか、一緒に練習してできるとか、なかなかないですよね。ないね。それは、すごいユースの良さですよね。そう、ユースとかジュニアユースにいる子って、それが近くにいるからいいよね。たださ、一番うまいところ、高校年代では一番うまいかもしれないけどさ、プロに入ったら一番下から入るじゃん。まあ、それをまず受け入れれるかどうかだよね。うん、で俺はなんかこの年になって確かに、うん、それを受け入れないでずっと自分のやりたいことを自分のできることしかやらないと、まあ3年5年で消えてっちゃうかなって思うんだよね、うん、いつ気づくかっすよね。それをそう、それをいつ気づけるか、それを言ってくれる先輩がいるかどうかが、だからすごい大事だと思ってる。でもそれって結構難しいですよね。なんか優しさとして言ってんのか、嫌で、なんかその人のこと嫌で言う人はいないと思うんですけど、 それで捉え方って変わるじゃないですか。うん、本当難しいんだけど、まあ、うん、どれを聞き入れるかっていう、そのあれも大事だけどね、その線引きも。熱くなってきたっすか。ね、水飲みます。じゃあ水飲みましょうか。うまいて。いや違う、あのこの寒暖差がすごくて美味しい。ああ、この中で飲めるのはね大きいよね。いやいいね、やっぱりサウナは。まあ一浪流行っていいですか。いいよ。ちょっと行かせていただきます。やっちゃって。わお、これなんかかけ方とかあるんですよね。あるの。いや、わかんない。回すようにと、なんか、あんまり近いところからしない方がいいとかあったりするんですかね。俺そこまでまだ、わかんないから。ちょっと。熱くねえか。これはできるっていうのはすごいですよね。この、わぁ。でもそんなに温度自体はわかってないけど。え、でもなんか、上がった感するんですけど、うわーってくるね。いや、いい汗かいてるよ。もう確かにいい汗かいてるっすね。いい汗かいてる。じゃあ次は自分からちょっとトークテーマ言っていいですか。はい。小屋くんエスパ行って海外移籍したじゃないですか。うん、まあこう海外移籍っていろいろ考えてめちゃめちゃ難しいじゃないですか、あっちで結果出すって。うん、難しい。結果を言って行くことが正解じゃなくて、行って結果出したら正解じゃないですか。結果出すために一番必要なことって何だと思います。本当に一番必要だ、これ本当に必要だと思ったこと。うん、うわあ、これっていうのがあります。一個言えるとしたら、なんだろうな、うわー、これやっときゃよかったとか、やっときゃよかったで言えば、英語、英語っていうか、そのそうコミュニケーションのところはやっぱハンデがあるなって思った。うん、俺も向こう、まあ俺も英語、まあやってなかったわけじゃないけど、オーストリアはドイツ語だったから、そう3年間でドイツ語を話すんだけど、でもそのコミュニケーションが取れない分、知ってもらうのに時間がかかる。うん、そうなると自分のなんかやりたいことが
伝えれない、うん、表現できないと分かってもらえないわけじゃん。まあ、確かにそうですね。それは難しいなって思ったし、うん、監督からしても話せるやつ話せないやつ、うん、で同じレベルだったら絶対話せるやつ取るから、うん、まあそうですね。そう、それ考えたらやっぱ英語、そのまあ英語だよね、共通言語としてある言語は話せた方が良かったのかなって思うし、うん、今そう言えるとしたらね、やっとけばよくいいんじゃないってアドバイスできるとしたらまずそこ、うん、うん、かな。でももう全然日本人はやっぱどの国行っても重要視されるというか、うん、その日本人のそのなんていうの、人のために動くとか、うん、人のために何かしてあげるとか、ボール扱いのうまさとか、うん、予測して動くスピードとかは、うん、全然やれるから、うん、コミュニケーションのところは難しかったなって思う、うん、どんぐらいだって分かんなくないですか、なんか自分がやってる英語とかコミュニケーションとか英語の勉強してるって思っても、じゃあ実際あっち行ったら全然だったりとかもするじゃないですか。そうだね。どんぐらいやれっていうか、もう本当にあっちでもうそこは難しいですよね。そう、行かないとここにいたらそれは難しい、やっぱり、うん、あの、そうそう、俺も行けばなんとかなるだろうって思って行ったけど、やっぱり難しかった。うん、で、まあ、向こうのチームメイトは別にいい人たちだったから、うん、ドイツ語を俺に話してほしいと思ってたから、うん、こっちもドイツ語で話してくれたから俺も話すの早かったと思うし、うん、理解するのもコミュニケーションも取りやすかったけど、うん、うん、言葉のところはねやっぱりちょっとそこはハンデになるかな、うん、日本人からしたら。ちなみに俺めっちゃ聞きたいことだったんですけど、うん、あの行ってなんかみんな結構歌ってるじゃないですか。ああ、あの日本人ある、ね、あれ歌ったっすか。歌ったよ俺は。ドイツ語の歌を歌った。ドイツ語で。ドイツ語で、まあその歌詞見ながらだけどね。そのみんなが歌ってるような知ってるような歌を歌ったね。やっぱ歌ってすごいですか。歌すごいそっからは、うん、なんかチームに入ってる感はある。あ、そういうことですね。やっぱり、うん、だから日本でもやりゃいいじゃんって思うんだけどね俺は。何歌いようかな言ったら楽しいね。アニメとか好きだし向こうの人とか。日本のアニメどうなんだ分かんない。ユイトがやったかどうか分かんないけど、なんかユイト俺動画見たような気がするんです。やった歌ってたっすね。多分分かんないです歌ってたような気がする。そういう歌とか、なんかみんなの前でバカになれるやつは疲れるね。うん、結局向こうの人たちはそういうラテン系のやつが多かったりするから。あるよ。いけるよね。めっちゃ汗かいてる。え、二人いけるっすか。いけるよ。よっしゃあ。ぐわー、うわー、冷た。わあ、バカ気持ちいいわ。こうやって閉めた俺。え、整うとき外で整わすか。え、俺全然ここで整っちゃうな。俺いつも中なんですけど、寒すぎて。あ、そこのね。そうそう、あ、いいじゃん、そこの中で。寒すぎて、え、普段の風呂とかでもそうなんですけど、普段の整うときも。そういうこと。俺普段入んないんだよね。あ、でも子供と入るときはあるし、交代浴やるときはあるけど、でもそのときも別に開けたり、窓は開けるか。寒い。じゃあ上がっていいですか。寒い。うわあ。いいっすね。整いました。整ってる。もうやっぱこれもうあと1セットやったから2セットぐらいやりたいけど、まあ時間の関係で1回だけど、これだけめっちゃいい汗かけて。でそれで外パッて出て冷たい水を入れてガッて閉めて、ここでわーってなれる。弾みますね。
そうだね、確かに。こういうのはいいよね、やっぱ誰かと温泉に行くとかサウナに行くと、やっぱピッチの上でしか話さないよりはやっぱなんか話せる、うん、確かに気がする。ゆっくりっすね。そう、ゆっくりね。ピッチの上だとやっぱどうしてもその後があったりするから、うん、あれだけど、うわこれ気持ちいいわ、なんか久しぶりに気持ちいいって思ってる。まあ海外はでも本当行ってみなきゃ分かんないと思う。あとはもうサッカーがもう180度違うから、うん、そこはあの覚悟とかじゃないけど、もうそんぐらいの認識でいた方がいいな。マジで違う、要求されることも。そのイメージで入んないとのギャップがすごいですよね。そう絶対。俺はそのイメージとか全くなしで行って、やっぱ普通にやれてたけど、そう、あの、スタメンで出た試合で、足首怪我して、2ヶ月ぐらい、ね、2ヶ月ぐらい怪我しちゃって、ちょっと狂ったかなっていうのもある。え、どういう感じで怪我したんですか？え、もう競り合い行って、まあ、向こう向き、来て、で、その着地でひねったから、そう、怪我が一番あれっすよね。怪我があるとやっぱりね、うん、ちょっと難しくさせるね。ごついっす。え、だって俺いろいろやっぱ、あ、知ってる人に、声くんの知ってる人に聞いてるっすけど、俺も映像見て声くんめっちゃこうなんか 細いっていうか、なんかイメージあっ、フォワード、うん、細い感じのイメージがあったんですけど、全然違うじゃないですか。え、なんかあの肉付き良くなったっていうのを聞いたんですけどね。これ向こうで多かったのね、筋トレが。筋トレが多い。まず週のオフ明けは絶対筋トレから入るから、1時間半みっちりで、午後1時間半、45分上半身、45分下半身、2グループに分かれてガーって入れ替えてやる、で午後にショートゲームみたいなのやるから、うん、あとピッチの問題じゃない、グラウンドもちょっと緩かったりするから足腰はそれになるし、あとシンプルにこれがみんな強いから、これがみんな強いから俺も100でいかないと無理だし、吹っ飛ばされるしっていう戦いはしてたの。楽しそうだな、うん、いいな。もうバッチバチよ、もう喧嘩ばっかだし、そのショートゲーム中とかで。でもそれくらいっすよ、やられたらやり返すぐらいだしね。なあなあじゃ絶対上までいけないから。いけないよ。でも大輝結構ごついなって思いますけどね。ごついっすか。いや、まだまだ。でもやっぱトレーニングしっかりやってるから、やっぱなんか大きい怪我も少ないし、あとしかもシンプルに食べる量も違うからめちゃめちゃ食うの。わかんない、なんかいろんな食材素材をキャンプ中で見て思ったけど、めっちゃ取るから。で俺 あのデータの中に、飯ちゃんと食べる人は怪我しないんよっていうのが。小役に出たっすか。俺データでそのご飯たくさん食べるやつは怪我しない。してそう、そんなしないね。 100% は言えないけど、だからね、ハードな練習やっても普通にやってんだろうなって思うし、いつも元気だなって思いながら見てるけど、トレーニングもちゃんとやりながら飯もちゃんと食うしね。ありがとうございます。そりゃしっかりしてるわ。エスパルスサウナクラブ整いました。エスパルスサウナクラブというロゴがデザインされたグッズが新発売されますので、ぜひチェックしてみてください。僕たちもコンディションを整えて試合に向かいますので、引き続き応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。